にちは、ホタルグサです。今日はリップフラワーでポインセチアのリースですね、まあ、冬らしい感じで、作っていこうかなと思います。で今回、こんな感じで、2から5センチまでの、ゲージパイプがフル活用されていきます。はい、全てねここからこう見ていただいて、では作り方ですね、26番白とグリーンそれぞれね26番でやっていきます。ちょっとね U の字型になっているのでここは私カットして長さを揃えました。で、見やすいようにね、3センチゲージのやつで作ってます。でこんな感じで、葉っぱなんでね苞と呼ばれる、少しね、細長い感じにしつつ先端を尖らせて、ブリッジをかけていきます。はい、こんな感じですね。少し葉っぱもなので、フリル、ウェーブをかけつつで、残ったワイヤーで、2センチゲージでねこれはブリッジなくていいかなと思うので、こんな感じでね余ったワイヤー使って、作ってみてください。2センチはね、なのでたくさん作れるかもしれませんが、まあまあ1つにつき4つ5つぐらいあればいいかなといった感じです。でこの4センチと5センチに関しては、グリーンでリップするので分かりやすいようにグリーンワイヤーで、まあ面倒であればね全て白地ワイヤーでもいいですが、どれがどれでねリップするか間違えそうなので一応私はグリーンで、同じように先端を尖らせまして、まあ、少しね、ウェーブをつけつつこんな感じでねフリルとか入れて、でこちらですね同じように、1本、ブリッジを長い方でねかけてあげてください。はい、でこれをね、ちょっと修正してで5センチも同じですね、葉っぱなので先端を尖らせて、ちょっとね先端の尖りが甘い場合は、平やとこなどでねキュッとつまんであげるといいかなと思います。まあ、そこまでね、何が何でも尖ってないとというものそうでもないんですが少しねポインセチア先端、細くなってたりするのでそういったものでね、作っていきます。はい、あとは数の紹介ですね、左の2センチゲージから4枚3枚3枚5枚5枚5枚となっておりますが、でこれを3セットですね。なので最後のね5枚は、15枚になるようにちょっと一応ね、なってます。はいね、こんな感じで、なので多少これはね枚数前後しても大丈夫です。まあこれくらいで作りましたよということで、今回はオーソドックスにレッドとグリーンというね、ザ・ポインセチアというような色味で作っていきます。レッドは他のディップ液より臭いと思っています。私個人の感想ですがね。はい、でこんな感じで、白地ワイヤーで作ったものはすべてねレッドで、リップして、グリーンワイヤーで作った4センチ5センチゲージのものですね。こちらは、グリーンでリップしていきます。よいしょと、ちょっと大きいんでね葉っぱが、根元に垂らしてメラミンスポンジに立てて乾燥をさせていきます。乾いたらストレンスナーをつけてさらに乾燥ですねさせていきます。はい、メタリックビーズラウンドカットのゴールドですね。これセリアさんで購入したものと手芸店で購入した31番のゴールドワイヤーですね。こちらを使って 1.5 センチゲージに、1巻きにつきね1つずつビーズを入れつつ、6回から7回ぐらいですね、6個7個ぐらいのねビーズを使って、これがね花のつぼみになるんで、実際はここがお花なんですが、今回はねビーズで簡単にね表現していきます。はい、でねじりじゃなくて複数回巻きですね。片方を溝に通してくるくると巻いてあげます。で根元をしっかり押さえつつねじっていきます。ビーズが先端に来るようにしてくるくるとねじってね、こんな感じにピック状にしていきます。最後のところはちょっとね平やとこなどを使って数回回してあげるとね動かなくなるかなと思います。で小さい葉っぱからですね作っていきます。少しね根元のところあたりで折り曲げてあげると組み立てやすいかなと思いますが、こんな感じでね、あ5枚あってもよかったかなとこの時になって思いました。ちょっとスカスカしてるかな、2センチゲージのものをねもうちょっと作ってもよかったですけど、あとねビーズがその辺散らかってますがあまり気にせず、で、グリーンのねフラワーテープで巻き留めながらどんどん、やっていきます。小さい花葉っぱ
葉からですね、花びらではなく、バランスよくねつけていってあげてください、まあ、ある程度枚数があるのでね、多少この辺は、枚数少ないなと感じると思うんですが、なんとかなるかなと。で、今回はそんなに高さ出したくなかったんでね、寄せて寄せてこう作っていってます。はい、本物は少しね高さこの辺ちょっとずつ下へ下へずらしてねつけていった方がリアルなのかなと。今回はリースとしてね使いたかったので、まあ平べったい感じの方がね、高さがそんなに出すぎないでいいのかなと思ったので、上に寄せてね結構こうたびたびね巻いてフラワーテープで巻いて、ちょっと位置調節してっていう感じですね。でグリーンの葉っぱはですね4センチの方だけ今回、つけるような感じでいいと思います。一つだけねちょっとね3枚ほどつけたんですが、まあ今回のサイズであればそんなにグリーンはね主張しすぎない方がいいのかなと思ったので、まあこの4センチのね作った、5枚だけですねこんな感じでつけました。はい、でこれで、巻きました。ここねちょっと3枚ついちゃってますけれども、他のものはねつけてないですっていう感じで、でじゃあ5センチゲージで作ったこれをどうするかと言いますとですね、3枚を1セットにしてちょっとね葉っぱのピック状のものをね作っていこうかなと思います。はい、ちょっと画面見切れてますが、まあ、3枚をね1つを一番てっぺんにして、まあ、左右ねそれぞれ、2枚ずつぐらい出してあげるという感じですね。リースの今回はブラウンにしましたが、ポロポロね、表面の表面が落ちてくるのがちょっと気にやかになるんですが、で、ポインセチアのねこれ、結構根元1センチぐらいでカットしたんですが、ワイヤーが太いのでね何回かに分けてちょっと切ってあげて、でうまく刺さるところですね、このツタとツタの間のくぼみに、入れた方がねこの安定性があるんですけれども、うまくやってみてください。で今は仮止めなのでね何もつけずにちょっと刺してますが、このあとね木工用の接着剤をつけて、場所が決まったらねしっかりと接着してあげてください。グルーガンなどね使っていただいてもいいかなと思います。でこの3本のね葉っぱのピックもそれぞれお花のちょっとね、下のところにうまくねバランスよく配置してあげて、こんな感じのね、リースが完成しました。ここまでご視聴ありがとうございます。またよろしければチャンネル登録、高評価していただけると嬉しいです。